はい。お届けしてきました。私の人生の中の見極めのポイント。自己見極め例。まあ、軌道修正とでも言いましょうかね。はい。ラストになります。で、ラストっていうか、これがあるのが、46、前に書いた原稿をね、話して、49だから、49から55までは、 ないですけれども、とりあえず今回のシリーズ、二千二十一年十二月二十六日なんですけれども、今まで書いた文章、とにかくアウトプット今してます。ということで、えー、自分の見極め人生のラストをお届けしたいと思います。四十五歳、日本、<laughs> 知り合いが知り合い女性が一本数千円する美容ドリンク販売に携わり、内容を確認。 まあ自分のね、自己、自己軌道修正っていうよりも見極めるポイントっていうことですね。ごめんね。はい。で、指令の女性が一本数千もする美容ドリンク販売に携わり内容を確認。ドリンクの使用前、使用後の変化写真を見て、これは使用前はね、変化、あの写真の画素をわざと荒くして汚く見せている手法であると見極める。 だから、ある種、こう、騙されないようなポイントってことですよ。見極めるってことは。46歳。日本。20年以上、二十年以上前に短期間関わったことがあるネットワークビジネスの商品カタログを見る機会があり、アムイですね。久しぶりに内容を確認する。 プス成績の家族たちが掲載されている写真を見て、なんで黒いサングラスをかけ、顔を隠している人たちが多いのか。心にやましい気持ちがないのなら、堂々と顔を出すべきではないかと見極める。そうそう、そりゃそうでしょう。はい。よいしょっと。えー、見極める。好きなことをするために、 ネットワークビジネスね、始める人が多いですけども、ネットワークビジネスに関わることにより、人間の質、質が低下していくので、たとえ収入を得られる状況になったとしても、もはや好きなことを純粋な気持ちで行えることができなくなるよ。音楽の人とか絵描きの人とか、ね、今でもありますでしょ 一生困らないお金を稼いで、そしたら誰かを応援するスポンサーになるとか言うけどさ、あとは何えー、なんていうのあの、ほらああ、あの、印税と同じようなさ、そういう生活できるよっていうのがキャッチフレーズっていうか、あの、勧誘文句なんですよ。で、一人、一回はみんなハマるから、ハマって2万でも3万でも10万でも使ってくれればいいのよ。でもね、そういうことをやってるとね、 ずっと頭が、例えば、潜在は潜在に見えちゃう。潜在しか考えなくなるんですよ。そういう意味では。だから、もうあの、そういうの、お金だから、おもう、もう、お金の、だから、社会から、お金の支配から離れることが一番。何もないのが一番なの。ね、地位、ね、お金、地位、名誉、なんちゅう、収入でもあればさ、銀行がいつね、例えば、今の情勢大丈夫ですか、と。 銀行貯金封鎖とかもあったわけだからね FX やってる人何だっけあとデジタルなんちゃらやってる人ってみんな心配でしょお金があったらないから何も心配ないもんお金があっても自由がない人ね自由があってもお金がない人いつ何時どこにでも行ける身軽さ自由が一番の財産なんですよって 心配不安するから病気になるんですよと。本当の自分で生き生き生きてれば問題ってまず問題が寄れないのよ。っていうところをぜひお金に支配されない生き方動画配信してますのでご覧になってみてください。はい。まあ46歳。 これ多分2021年とかだよね。もう、もう日本でやり残したことは何もなくなったことを見極める。ね、もう結婚もしました。別れました。ね、二人目、あの二回目も結婚しました。別れました。もうやり残したことはないと。日本を卒業。今までの経験で、本当の自分にまでにはなれたが、 う。本物の呪文には日本ではなれない。本当のことは発言できないことを見極め、日本を卒業することを決意。4年前にできなかった、あ、そうね、そのタイの行って、バンコックで全てを捨てなさいって言われたんだね、4年前に。 4年前にできなかったすべてを捨てることを実現させ、テント生活に必要な最小限の荷物だけをバックパックに詰め日本を脱出。もう背景主義、えー、お金の世界を卒業して、ロタ島に、自然界に入門するわけです。すごいね。47歳。北マリアナ諸島ロタ島移住。 人々が持つ南の島の憧れが強いことから、ハワイのオアフ島と同様、詐欺的商売の的に、的になりやすいことを見極める。ロタ島だね。ロタ島のことお金儲け主義の発想は終わった。ドリームパートナーね、夢のパートナーなら夢現、夢、 イメージ実現も可能性があるが、お金集めだけのファンドで成功することはもうあり得ないと見極める。なんか、あの、ロタ島で見てて、なんかそういうのを思ったんでしょうね。うん、現在暮らす島に、あの、ロタ島ね、あだからロタ島で書いてるのかな、これ。ロタ、ロタ島で書いてるのってことはないよね。 現在、だから、ロタ島に暮らす島に観光客が来ない理由。それは、島民たちがルールを守らず、エゴイスト、人間勝手になっていることから、展開が止めていることを見極める。狩猟機関外のココナッツクラブっていうね、あの、あるんですよ。ヤシガニ。取っちゃいけない時に取ってたり、するわけよ。 ね。で、えー、鹿とかもそう。ね、これはね、あの、買った人もね、あの、買った人とか食べた人も同罪となりますよ、と。生き物、果物、ね、野菜の、必要以上の乱獲、不法投棄のゴミなど。めちゃくちゃね、素晴らしいとこなんだけど、ゴミのね、結局、山。フィリピンほどひどくないけど、ゴミの山になってるわけ。 で、それを何とかしないとね、無理だよって、ゴミってね、一番大事なことなんですよ。うん、ゴミ。だから私はゴミによって人生を切り替えしてきたあの、大きく、あの、変えた、変え、変えてもらったんですゴミ。それだけ、だからお金も、そう、得ることよりも出すこと、使い方が大事ってそういうことなんですよ。出すときが大事なの。どういう出し方をするか。っていうことを言ってるんですね。48歳。 美しいね、ロタ島が人間のエゴイズム、自我によってこれからどんどん衰退していくことを見極める。生きることの教育、生命、命の教育を早急にしない限り、いずれこのロタ島も近隣のように、ね、近隣の他の島のように自然破壊が進み、泳げず、 坂尾名も取れない島に退化し、本当の限界島になっていくことだろうと。サイパンとかもね、あのもう台風が直撃しないから、サンゴ、台風が直撃することによってサンゴがこう現れるらしいんですね。で、それがないからもう海が濁ってお客さんも来なくなる。でも何でもそうなの。あの、土地、土地の、だからその人たちの住んでる人たちの意識によって変わるから、 まあ、ロタ島も危ないですよと警告ですね。49歳。ああ、でもやっぱり今を、今ちょっと読もうと、まあとりあえず読みますね。愛の波動が極端に低いことが、島の発展を妨げていることを見極める。本物の自然島であることから、自然破壊につながる政府の計画は、一切自然心、 自然の神が認めないことを見極める。恐れを基本としている場所では何も想像できない。それは土ではなく砂の上に家を建てるようなものであり何をやってもうまくはいかない。発展や夢がない場所で生きることはできないことと 日本が大事な時期だから帰国するようにと直感を受け帰国。へえ、そうだったんだ。必要な時期に必要な人たちと出会い、繋がっていくように、神の意志に乗って生きることになった。これが本当の祈りって書いてあるね。へえ、あ、電源が。そうなんですね。いつ書いた文なのかな、49歳。 うんだからまあ55だから引く、だから6年前だよね。6年前。2021引く6は、やっぱり、あ、帰ってきてだよ。ね、2015年だよね。帰ってきて書いたなるほど。はい、ということで、えー、っと、見極めの,のポイントの原稿からアウトプットしながらお届けしました。 何かの皆さんのね、人生の中に参考にしていただければと思います。ああ、これでとりあえず、あとはなんかけ、プリントアウトしたの48もあったけど、あとはなんか企画書とかだったから、とりあえずアウトプットは、メインはこの、えー、事故見極めの例。ちょっと軌道修正もあるけど、軌道修正はまた違うな。 ポイントとしては、あの、似てるところはあるけど、見極めの、騙されないようにとか、そういう見極めの題材と、あとは、人生ってまっ赤不思議だよっていうのを、2作大きな柱としてお届けしました。ぜひ何かの参考にしていただければと思います。はい、ということで、頑張って生き残りましょう。熟女組の瀬戸恵子でした。ありがとうございます。